英国のシェフィールド出身の年齢は22歳、戦績が23戦全勝 21KO、95年のですね9月、スティーブ・ロビンソンに、8ラウンド TKO 勝ちして WBO の世界フェザー級タイトルを獲得して、このタイトルを3度防衛してますね。まあ、トリッキーでパンチ力のあるサウスポーの選手ですね。はい、はい、あの浜田さん、はい、前回の防衛戦はですね、はい、あの元 IBF と WBC のチャンピオン、あのマニュアルメディアと倒してますよね。はい、そうですね。どうでした？実際にはですね、もう少し楽にいくのかなと思ったんですけどね、はい、随分苦戦しましたね。そうですね。まあ、やっぱりああいった型破りなボクシングでくると疲れが出た時に穴があるなという感じは受けましたけどね。そうですね。メディナには11ラウンド終了 TKO で勝ちを収めたこのハメドですが、今日はどうでしょうか。さて、その挑戦者になりますが、今日は4度目の防衛戦、相手がアルゼンチンの星ですね、レミヒオ・モリナです。こちらもお願いします。はい、アルゼンチンのレミヒオ・リオス出身ですね、はい、年齢は26歳、戦績がですね、やはり負けなしで27戦全勝 12KO です。92年のバルセロナオリンピックのですねバンタム級出場して準々決勝で敗退してるんですね。まあ、これまで負けはないんですね。ワイルドなファイターですね。だからこの選手無敗同士の対決ですからね。まあ、これ注目したいですね。はい、さあ浜さん、はい、人気者今注目を集めています、ハメドの今年の最初の試合、まあ、実は11月の試合ですが、はい、どの辺に注目されますか。あ、やっぱりあの型破りの動き方ですよね。その動き方に対して、ボクシングするんだったらやっぱり突進力ないといけないと思いますからね。そうですか。はい、先ほど浜さんがおっしゃった通り、前回はやや手こずった感があります。このハメド、どんな試合を見せますか。この試合は昨年の11月9日、イギリスはマンチェスターにありますナイネックスアリーナで行われたものです。WBO 世界フェザー級タイトルマッチ、ナジーム・ハメド対レミヒオ・モリナの一戦です。Ladies and gentlemen, our second joint at top of the bill is for the WBO Featherweight Championship of the World. Sponsored by Adidas, The Sun and ART and promoted by Frank Warren for Sports Network. The officials appointed for this contest by the WBO are the supervisor, Mr. Nick Kerisiotis. The referee in charge of the action for this contest is Mr. Roberto Ramirez of Puerto Rico. The judges at ringside, Mr. Michael Ortega from the USA, Mr. John Stewart from the USA, and also Mr. Gordon Volkman from the USA. The timekeeper at the bell, Mr. Barry Pinder from Sheffield. Introducing the boxers. Firstly, in the red corner, wearing the blue trunks trimmed with white, he comes from Entre Rios in Argentina and has a professional record of which he is unbeaten in 27 contests, 12 wins coming by way of KO. He tipped the scales at 8 stone 13 and a quarter pounds. That's 125 and a quarter pounds. Ladies and gentlemen, introducing to you from Argentina, Remigio Molina. 挑戦者です。ランキングは5位、レミヒオ・モリナ。大観衆です。2万2000人が入っています。And now, across the ring, ladies and gentlemen, in the blue corner, Britain's most exciting world champion, coming from Sheffield, England and the Yemen. He is wearing his trademark of the leopard skin and three stripes. And he weighed in at 8 stone 13 pound 12 ounces, 125 and 3 quarter pounds. He is unbeaten in 23 contests and having only been taken the distance twice, 21 wins have been by way of the big KO. Tonight, ladies and gentlemen, he defends his world crown for the fourth time. He is the WBO Featherweight Champion of the World, the King of the Ring, Prince Nazim Ahmed! 人気者です。チャンピオン、ナジーム・ハメド。これが4度目の防衛戦です。いやー、ずいぶんこのお客さんの興奮度で人気具合が分かります。まあ、ハメドは英国では人気ありますね。さあ、
どんな試合が展開されるでしょうか。前回今一つの内容だったナジーム・ハメド、この防衛戦はどうでしょうか。しかしまあ小泉さん、8ヶ月足らずの間にこれが4度目の防衛戦ということになるんですよね。そうですね、多いですよね。まあ、戦うチャンピオン、まあ、ファイティングチャンピオンって言うんですけどね。だから短い間隔でその試合した方が調子にいい選手もいますからね、はい、さあ間もなくゴングです。チャンピオン23戦全勝、挑戦者27戦全勝。この挑戦者モリナの方はですね、これ竹原慎二選手と戦ったホルヘ・カストロと同門ですね、はい、マネージャーオスワルド・リベロですね。試合が始まりました。ご覧のようなトランクスの入れ分けになります。ナジーム・ハメドとレミヒオ・モリナ、サウスポー同士ですね。そうですね、右を出していきます。いつものやはりスタイルです。ナジーム・ハメド、場所は英国マンチェスター。2万2000人入ってますから、浜さん、この声援もどよめきというのはすごいですね。そうです、2万2000というと一番後ろからはほとんど誰の顔が晴れてるというのは分からないでしょうね。双眼鏡がいりますよ、そうですね。タイソンでさえ MGM グラウンドで1万6000人ですからね、一番入ってね。その一番後ろの席に立ってみたんですけど、リング相当小さく見えますからね。左を出していきます。おっと、いきなりの右、独特です。ちょっとスイッチしてから右を出しましたね。そうですね、当然挑戦者はこのハメドのスタイルは十分研究してるでしょうからね、それに対応しようとしています。もう情報化の時代ですから、テープは相当根回ってると思いますよ。ただその映像で見たのと実際に前にしたのとはだいぶ違うという話ですね。そういうことなんですね。聞きます。この挑戦者、映像で見たのでやりにくいなと思ってると、実際に戦ってるのと相当のもんだと思いますよ。お互いスイッチヒッターなんですね。はいはいはい、まあ、右へ構えたり左に構えたりですね。ハメドの方はですね、主にサウスポーで戦って、たまに右構えですね、オーソドックススタイルで戦うんですけどね、はい、アラブのプリンスナジーム・ハメド、独特の動きを見せます。これが特徴です。飛び上がって踏み込んできて打ってくるんですね、まあ、踏み込むというより飛び込んでくるんですよね。おっと、あれは得意のパンチですよ、はい、ちょっとバックグロー気味にも見えるんですが、バックハンド気味にも見えますが、独特なパンチを出していきますナジム・ハメド。でもサウスポーの右アッパーっていうのは相手にすると避けにくいんですよね。それをかなり低い位置からこういう形で突き上げてくるんですね、あれだけ大胆に浜田さん打たれると、はい、外しててもちょっと嫌なものがあるでしょうね、相手としては。いや、本当にまさか来ると思わない角度から飛んでくるわけですからね。第1ラウンド終了です、まあ、レーザーラドック の, そのスマッシュ、はい、下から来るパンチみたいなもんですね、はい、突き上げパンチです。まあ、その1ラウンド目はですね、ハメドの方がですね、効果的なパンチ当ててたと思います、だからハメドのラウンドですね。そうです、はい、まず第1試合の1ラウンド目終わったところで採点基準申し上げたいと思うんですけれども、はい、まず有効なクリーンヒット、これで採点基準を取りますね、その次がですね、攻撃を伴った構成ですね。ただ前出るだけではダメなんですね、はい、手を出さない。そして防御技術、そしてペースポイント、リングジェネラルシップ、これでポイントをできるだけ10対10をつけないで振り分けるというのがですね、世界的傾向ですね。さあ第2ラウンドになります。ナジーム・ハメド、ここからの防衛がだんだん相手も研究しているだけに苦しくなっていくでしょう。今のはちょっとバックハンドですね。そうですね、バックハンド、手の甲あたりで打つパンチのことです。このパンチはいけません。こちらもトリッキーに行きます。モリナ、
右ストレート出すとああいう風にバランス崩すと思いますけどね、ハメドは。浜田さん、トリッキーな動きにはトリッキーな動きということなんでしょうかね、はい、あるいはもともとこういう動きの選手なんでしょうかね。まあ、これだけノックアウトを続けている全勝の選手ですから、はい、基本はしっかりしていると思いますよ、トリッキーな選手ではないと思いますけどね、まあ、情報ではワイルドなファイターということなんですけども、ね、おっと、これはいけません。たまたまハメドペースで進んでいるところを、はい、ペースを変えたいという一心なんでしょうね、おおっと、まあ、これまであのアルゼンチンのエントレ・リオスというところの州チャンピオンですね、はい、にはなったことあるんですね。おー、ショート簡単になりました。右打ちします、右打ちましたね、右打ちましたよ、飛んだ左です、飛びかかってきます、いろんなところから手が飛んでくるんで、そういった場合のガードをもっと固めなきゃいけないんですね、モリナは二の腕が当たってしまいました。まだ時間はたっぷりあります。第2ラウンド、さあ、おっとパンチをもらいます。規制バック B、 まともにはもらっていませんが、危ないシーンも少し見せました。左クロスで持っていました、右をフォローします。ハメド、やるストレート、ダウン、右のアッパーで相手を起こしておいて左ストレートですね。さあどうでしょう、かかるか、カウントが入っています、勝ちました。試合は続行です。レフリーはロベルト・ラミレス、プエルトリコですね、左の右です、また右、かすっています、かわしました、ちょっと動きが悪い、挑戦者効いてるんですね、はい、右の方を捉えました、右のストレート入っていきます、また右です、もうちょっと避ける集中力がなかった、ここで試合終了です。レフリーもこの辺りを判断したようです、ストップしました。いや、なんでという両手を広げていました挑戦者ですが、浜田さん、今のストップどう感じました？ぶらついた瞬間でしたけどね、モリナの気持ちは分かりますね、まだやりたいと、まあ、早いのかどうなのかっていうのはちょっと難しいんですけど、まだやりたいと、前半まだ回復できたという気持ちは分かりますね。あ、そうですか、はい、さあ今のシーンです、最後のシーン、今の小泉さん、右のアッパーというのは完全にフィットしてなかったんでしょうかね、ちょっと今後ろからの映像だったんで、あ、これ後、いや、軽く当たってます ね、 軽くですね、だけどあのパンチで相手を起こして左ストレートを持ってきてますね、いや、しかしこれだけ飛び込んでたんですね、浜田さん、いや、本当に飛び込んでですね、最後ですけどね、こういうシーンが今日はもう初めから見られました。飛び込んで打つパンチっていうのは本当はあの練習する選手がいないんですけどね、アルゼンチンの星、まあ、挑戦者、そのようにも言われたことがありますが、モリナ世界挑戦だったんですが獲得はなりませんでした。2ラウンド2分32秒2キロですね、余裕の表情です。4度目の防衛に成功しました。いや、8ヶ月足らずの間に4度の防衛に成功したことになります。